なんもねえな。私、ティラ。アパートを借りることになりました。アパート借りることになったの。なんもないんだけど今。見て、あそこに今日枕代わりに持ってきたやつ、あれ枕代わりに持ってきたカービィ、あれは。でね、クローゼットの中はね、まだもちろんなんもないです。なんもねえ、なんもねえぞ。なんかね、鏡付きだからさ、これで着替えをするときにね、見れるので、タンスとかが初めからね、あるっていうね。これ結構便利。こちらはカセットコンロでございます。カセットコンロじゃねえな、このガスのやつ。ただガスが使えるのが12日からだから、まだ使えないですよね。俺、果たして私が料理する日がやってくるのでしょうかね。よいしょ。こちらが浴室になります。一人で使う浴室やね、こうしてみるとね。一人で使う分にはもう全然ね、申し分ない感じですね。で、ここには洗濯機が来る予定です。で、そしてなんか適当に持ってきた夜勤の空きからそのまま持ってきたものが乱雑。というわけで、家具届きました。こちら電子レンジね、上から来るね。これ電子レンジと、はい、まあ、ね、家庭には欠かせない冷蔵庫。よいしょ。何もないけまあ何もないんですけどね、まあ、もちろん何もないんですけど。この冷蔵庫はゴミ屋敷になるのか、はたまた何も入らないまま終わるのか。配達業者の方、めっちゃ2人で頑張ってくれました。ありがとうございます、本当に。で、こちら冷凍室ですね。ここにたくさんのクーリッシュが入るんですよ。で、果たして使うのかわからないんですけど、こちら炊飯器です。果たして使う日が来るんでしょうか。職場では自炊してるじゃん。いやー、これで、まあ、あとは洗濯機だね。洗濯機はまた後に買うんだけどね。いやー、家具も届いたし、今日は買えるか。